アユタヤ歴史公園の地図アユタヤ歴史公園は、タイのアユタヤにある、アユタヤ王朝の遺跡群。ユネスコの世界遺産に、古都、アユタヤとして登録されている。アユタヤ遺跡群は、チャオプラヤー側とその支流である、パーサック側、ロップリー側に囲まれた中洲に集中している。これは、敵からの防御を考えて中心部の周りに運河を掘ったことによるものである。 ワット・プラシー・サン・ペット、ワット・ローカやスター・ラームなどの寺院跡、王宮跡が残る。これらの遺跡を作ったのは1351年から1767年に存在したアユタヤ王朝である。この王朝は、ナーラー・イオ時代には、現在のラオス、カンボジア、ミャンマーの一部を領有するほどの勢力を持っていた。中心都市であるアユタヤは、流れの穏やかなチャオ・プラヤ側に位置し、 貿易にもってこいの地形であった。この貿易に適した地で、王は、その独占貿易で莫大な利益を収め、同時に上座部仏教を信仰していた王は、この莫大な利益をもとに、数々の寺院を作り出した。しかし、1767年のビルマのコンバウン王朝による攻撃を受けて、アユタヤ王朝は消滅した。同時に、アユタヤ市内の建造物や石像は、 徹底的に破壊され、ほとんどの寺院は廃寺となり、王宮も台座を残すのみとなった。世界的に見て、アユタヤの建造物の多くが比較的新しい建造物であるにもかかわらず、そのほとんどがレンガのみになっているのはこのためである。1967年、アユタヤ遺跡の中心地域が正式に大芸術局により歴史公園に指定された。その後、 1991年には芸術局によるユネスコへの推薦があり、歴史公園は世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ワットマハータートワットマハータートにあるウッドワットタンミカラートワットチャイワッタナーラーム。ありがとうございます。